本日はサワラとほうれん草を軽く煮込んでブルーチーズで味付けをしていきます。今サラダ油をフライパンに入れて、まずサワラを軽く焼いていきます。この時期しか、今春ですが、この時期しかないサワラですので、結構登場します。軽く5分前ぐらいに塩をしてあります。水気を拭いてフライパンに入れていきます。あとで煮込んでいくので、さっと焼いていくだけで今は大丈夫です。繰り返していきます。骨があまりないですし、身も柔らかいサワラは洋風なお料理にもとても向いているお魚かなと思います。ちょっとこびりついてしまってゆっくり返すのに大変でしたが、はい、これでもう間もなく火を止めて、一旦お皿に取っておきましょう。もう崩れたら崩れた時はそんな感じで上手に盛り付けちゃってください。はい、このフライパンに玉ねぎのみじん切り、4分の1個ぐらいでしょうかね。あとニンニクのみじん切り、小さめのニンニクのみじん切り1個で、しんなりするまで炒めていきます。扱いやすいサワラといっても、少し臭みがあるので、この玉ねぎとニンニクと、また今日はブルーチーズで味付けていきますが、ブルーチーズとクリームで濃厚な味付けにしていくと、全く何も感じず美味しくいただけます。白ワインを2分の1カップぐらい入れました。沸騰させて白ワインが2分の1くらいまで飛ばしていきます。煮詰めていきます。はい、煮詰まったところに生クリーム、ブルーチーズたっぷり、こんなにたっぷり入れてもそんなにブルーチーズしないので、ぜひたっぷり入れてください。チーズが溶けたら、サワラを戻していきます。あと軽く茹でたほうれん草、3、4センチに切ったものをこの中に入れていきます。ほうれん草です。そしてこの後ちょっと軽く混ぜたら蓋をして、 4、5分サワラに火が通るまで煮ていきます。そしたら盛り付け、これで完成です。ちょっと塩気が足りなかったのでこの時は足してみましたが、お好みで、味を見てみてください。
スープもたっぷりあるので、スープとお魚で食べたり、我が家はパンを添えてパンをつけたりして食べました。はい、これで完成です。